皆さんこんにちは、賃貸のお酒の中島です。本日私は奈良市佐保台西町にございますレオパレスの賃貸物件、レオパレスコスモという物件にやってまいりました。このお部屋は2階のお部屋となっております。お部屋はですね、とてもですね、広々とした洋室のスペースとなっておりまして、家具家電が最初から設置されたそんなお部屋となっております。このようにですね、テレビ、そして私の後ろにはですね、最初から備え付けのベッドスペース、ベッドスペースの下にはですね、収納スペースなどもございますので、衣類や衣替えの用品なども収納していただくことが可能となっております。またこのようにですね、収納スペース、その他にもですね、クローゼットタイプの収納スペースがございますので、衣類の収納にも困りません。またお部屋にはこのようにエアコンも1台最初から設置されておりますし、椅子や折りたたみができるテーブルなどもございますので、あとはお布団や衣類などを持ってきていただければすぐにでも生活がスタートできます。セキュリティ面といたしましては、このようにセコムのホームセキュリティサービスがございますので、お出かけの際なども安心してお出かけしていただけます。その他にもこのようにモニター付きのインターホンがございますので、お部屋の中にいながら外の様子もよくわかるので、セキュリティ面も安心です。それではキッチンスペースをご紹介したいと思います。まずは最初、このようにですね、通常タイプの冷蔵庫や電子レンジ、そして棚がございます。キッチンスペースは2口の IH クッキングヒーターがございまして、このように上のスペースや、そして下のスペースにも収納スペースがございますので、キッチン用品もしっかりと収納していただけます。さらに奥に進んでいただきますと、こちら、洗濯機置き場となっておりまして、洗濯機ももちろん設置されております。また玄関スペースにはですね、宅配ボックスや下駄箱などもございますので、ぜひご利用いただければと思います。そして最後、お手洗い、ウォシュレットタイプとなっておりまして、奥に進むとお風呂場となっております。お風呂もですね、広々としたお風呂、そして洗面台、天井には浴室乾燥機などもございますので、冬のジメジメしたシーズンでも大活躍ですね。いかがでしたか？これだけ使い勝手のいい 1K の賃貸物件、気になるのはやはり賃貸条件ですよね。気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のお酒のスタッフは皆様の部屋探しを全力でサポートいたします。ただし、レオパレスさんの物件は家具家電が最初から設置されていないお部屋もございます。その場合、賃貸条件が変わりますので、詳しくは弊社スタッフにお気軽にお問い合わせください。ご視聴ありがとうございました。